明日は沖縄方面で熱帯低気圧の影響がありそうです。まず衛星画像を見ていきますと、沖縄本島の南の海上にあるこの雲の塊、こちらが熱帯低気圧となります。熱帯低気圧まだ雲それほどまとまっていませんけれども、この後発達しながら北上し、台風勢力にまで発達する見込みです。明日の天気図見ていきますと、沖縄本島周辺に朝9時ごろ接近をしますけれども、この後北上しながら東シナ海に進む見込みです。雨雲の様子を見ていきますと、熱帯低気圧の外側の雨雲が沖縄本島にこの後かかってきます。そして熱帯低気圧中心付近の本体の雨雲も北上しまして、明日の昼前後に最も近づく見込みです。この後活発な雨雲北上しながらも東にシナ海に進みますけれども、沖縄本島周辺は強い雨が降り続く見込みですので、大雨に厳重警戒が必要です。また風の予想を見ていきますと、15時の予想ですけれども、台風に向かって南東からかなり強い風が吹くということになりそうです。この絵でいきますと15メートルから20メートルの予想となっていますけれども、瞬間的には25メートルを超えるようなところも出てきそうです。周辺の海域も波が高くなりますので、外出危険なレベルということになりそうです。今後の台風に関する情報もこまめに確認していただければと思います。